長倉です。今日はですね、相談をしない方がいいという話をしていきたいなというふうに思います。結構ね、なんかいろんな人の話聞くと、なんかこう、すぐね、なんか身の回りの人に相談してる人とか結構いるんですけれども、なんか俺それって結構すげえ無駄だなと思ってるんですよね。これなんでかっていうと、別に周りの人を一応相談されたらさ、一応答えるけど、実際ね、それについて詳しいわけでもないし、っていう場合が多いわけ。例えば、まあ、同レベルの人間というか、まあ、このレベルとかってこう上下かけたい、つけたいわけじゃないけど、まあ、例えば、じゃあビジネスの話、するにしたとしてですよ。お互い、まあ、同じぐらいの年収だったりとか、同じようにこうサラリーマンだったりとか、するようなね、まあ、同じような、人ですよね。自分と同じようなタイプの人に相談しても、それは何のね、解決策を生まないよねと。まあ、傷の舐め合いじゃないけど、なんかお互い慰め合って終わるみたいなのが、なんていうのかな、まあ目に見えてるかなというふうに思ってるわけですよね。だから俺なんかいつも相談するんだと。まあ、相談するんであれば、まあ少なくてもね、自分よりはるかに実績のある人、まあ100倍ぐらい実績のある人だよね。まあ100倍って言ったら大げさかもしれないけど、まあ10倍とかなのかもしれない。例えばじゃあ、お金の稼ぎ方とか、もっと稼げるようになりたいと思って相談するんだったら、今の自分の年収の10倍以上の人に相談した方が、まあ、分かりやすいかなと。で、そういう基準で見た方がと思うわけですよ。ところが意外とね、むやみやたらにいろんな人に相談したりとかする人とかいるよね。で、相談される側としてはさ、一応相談されちゃったら何かしら答えるじゃん。でもさっきも言った通り、そんなにね、相手のこと考えてる人っていないんだよ、世の中。ていうか、そもそも分からないし、人のことなんてね、たとえ考えたいと思っても人のことなんか絶対分からないわけじゃん。で、こういうことってね、よくあるんですよね。だから俺なんかよく言うのは、相談はするなと。それでただわからないジャンルのこと、専門家だよね。例えばじゃあ、出版のことを初めてやると、それでわからないってなったら、まあ、出版の専門家である俺に聞くとかわかる。だから俺は基本的にそうしてるわけ。わからないことがあったら、その専門家にお金を払って聞く。もうこれが一番早い、いいんだよね。だから相談っていうよりは、まあ、アドバイスをもらうと。で、その上でね、そのいろんな人のアドバイスをもらう。その専門家のいろんな人のアドバイスをもらった上で、じゃあ自分がどう考えるかって話なわけですよ。で、まぁ、今回ね、この常識の1ミリ先を考えるって本をこう出版させてもらうんだけど、まぁ、このね、表紙の裏の多いところに、みんなの意見を集めて作った商品は結果として誰も欲しがらない商品になるって、書いてるんですけども、これも一緒ね、人生も。いろんな人の意見を取り入れたところで全く意味がないわけよ。さらに言うと、まぁ、その、意外とね、親の言うこと聞いたりとか、世の中の常識みたいなのに従う人って結構いるんだけど、まあ、それもすげえ無駄なわけ。もうすげえ無駄ってどういうことかっていうと、たとえね、誰かの、これをよく言ってるんだけど、誰かの意見をね、取り入れたところで、まあ、その結果ね、人生の責任を取らされるのは誰ですかってことなんですよ。人生の責任を取れるのは、自分の人生の責任を取れるのは自分しかいないよね。だから、誰かの、言うこと聞いてもマジ意味ないわけ。結果的にね、責任取らされるのは自分なわけ。例えばじゃあ親に何かを反対されたとか言ったって、親が何こっちのね、自分の人生を、ね、責任取れるわけじゃないじゃん。別に親の言うことを聞いたからって親は人生の責任取ってくれるわけじゃないんだよ。だから結局ね、俺が何が言いたいかっていうと、結局は全部自分が責任を負うんだよと。これが人生なんだ。全部責任を負うのは自分なんだ。だから自分で決めろと。だから相談じゃないんだよ。情報収集。情報収集は必要。ただその情報収集っていうのは基本的には有料だと思った方がいい。まあこれをちょっと比較するのはおかしいかもしれないけど、まあ世の中ってさ、まあ例えばじゃあインターネットで何か検索すればなんか情報を得るのは何もいいんだけど、まあそういうことをやると何が起きるかっていうと、まあ無料の情報だよね。で、無料の情報ってなんで成り立つかっていうと、やっぱ広告費だったりとかするわけ。そうすると、まあ広告が取れる、情報っていうのがメインになる。だから無料の情報っていうのは俺は基本的にはいい情報はないんじゃないのっていつも言ってるわけね。だから俺は積極的に、まあ、有料の情報を取りに行く。だからちゃんとお金を払うメディアの、情報だったりとかも、まあ積極的に取りに行った方がいいよね、という話をね、するわけですよ。はい。ということでですね、まあ、今日はとにかく相談しない。みんなの意見を聞かない。まあ意見を聞いてもいいんだよ。聞いてもいいんだけど、決めるのは自分ってこと。これは本当に何についてもそうだよ。何についてもそう。もうとにかく、こういう YouTube 見るでもそうかもしれないし、セミナー出るでも、何らかのオンラインスクール行くでも何でもいいんだよ。それはあくまでも情報収集。で、それは有料な方がもちろんいい。情報収集で、その情報収集をして、自分なりに分析をして最後、決めるってことね。だからこの自分なりの分析、自分なりのフィルターっていうのをちゃんと作る必要がある。これができてるかできてないかによって人生っていうのは変わるんだよ、
という話です。うん、なので、まあ、今日のところはですね、まずは、むやみやたらにですね、どうでもいい人っていうか、周りのいるような人、周りにいるような人に相談しない。むしろ有料で専門家に、相談する。ね。で、その結果、じゃあそういう情報を得て、最後決めるのは自分ですよ、という話をさせてもらいました。今回のね、この本の11月8日に、出版記念講演会があります。オンラインでやるのでね、もう読者全員招待しますので、必ず参加してもらいたいなというふうに思いますので、この動画の概要欄に、まあどういうことをやるのかって書いてあります。まあ申し込み方法とかね。うん。で、まあ今回ゲストに、不良牧師、アーサー・ホーランドさんを呼んでますので、ぜひね、そちらも楽しみにしてもらいたいなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。